いやー今年ももう、あと一日か。今日30日だよね。えー、皆さん、こんばんは。イクスレベルドレオン獲得です。といってもまだ、まだ、あ、ケイボビューリーさん。<laughs> えっとね、手が痛んでね、いきなりちょっとライブをね、始めてみました。うん。えっ、ー、と、いつものように飲みながらね、お話し,しますんで、 今日もね今日もっていうかこれをちょっと残ってるんでディアーズを、まあ、今日中に平らげてしまおうと。よし この氷がピキピキいうことが。はい、いやいやいや、はいや。ということで、いつもの皆さん、おこんばんはでございます。うん、またもやゲリラライブ的に、いやー、もう忙しかったよ、何なんだろうなっていう、もうこの年になって、こんなに忙しい年末を送らなきゃならないって、もう、幸せです。<laughs> 暇 <laughs> より忙しいがいいよね。本当にね、年忘れるぐらい忙しい方が、もう僕くらいの年になると正解なんでしょう。はい。うん。よしということで、皆さん、ええー、今年一年ありがとうございました。乾杯しましょう。ええー、はい、いただきます。乾杯。ちょっと入れすぎちゃったね。 ワンフィンガーで入れるつもりがスリーフィンガーぐらい入っちゃったよ。あ、美味しいからいいか。うん。うん。美味しい。おつまみは、くるみ。え、ね。なんかね、最近ちょっと血圧が高い、高いらしくって。<laughs> らしいぐらいなんです。くるみはね、なんかいいんだよとか言ってね。 奥方奥様が買ってきたんで、これ食べながらやりましょう。よい,しょいやーね、昨べもさあの一月二十日売り号のそのよ要するに二千二十四年の最初のアンゴリングソルトがね。 1>, 1月20日に発売になるんです。で、それの原稿を執筆、昨日取りかかってて、うん、なかなかね、ちょっと衝撃的でもある今回の記事で、文章にね、かなり慎重にならなくちゃいけなかったので、もう何度も何度も読み返しては書き直しては繰り返してたらね、朝6時までやっちゃったよ。<laughs> 今朝の、本当に。 うん、で6時くらいに仕事を終えてそこから朝ごはんとも晩ごはんとも呼べない食事を朝6時からビール出してさおつまみ作って飲んでそのビールの力を借りて多分7時から寝たのかな8910。8 9 10 多分3時間ぐらいのスむムじゃないかな、10 11、うん。で、また残りの仕事を片付けて、で、1件ミーティングがあってね、夕方4時から、えー、お一人、プロダクト系のミーティングがあって、これが時間がか,かった。4時半に、うん、合流して、そこからまあ、ちょっとしたところに行って、 5時,5時半、6時半、7時半、8時半だね。丸4時間、<laughs> プロダクトミーティングしてて、これでようやく今年の、うん、今年のうちに自由に片付けなきゃならないお仕事が一段落。はい、で、まあ、食事しながらのミーティングだったんで、お腹はまあ、そこそこ膨らんでるので、まあ、お家に帰ってウイスキー飲むんだったらライブやろうか。 の状態でね始めました。ということで皆さんもねお付き合いください。うん。横河の寿司キで働いてる釣り好きねあ、これ後で読みよう。あ、なんかす素晴らしい人が来てる。うん。はい、あ。ということでね、何を喋ろうかなどとはもうま。 全く決めずに始めてますけど、まあ,あ、した大みそかにね、ライブやるのはちょっとさすがにちょっと気が引けるので、まあ、今年最後のライブやるとしたら、もう今日しかないなと、うん、思ってね、<laughs> ウイスキートークでね、スタートさせます。で、まあ、僕、性格的にその、 今年一年を振り返ってみたいなね、話はしたくないです。うん。あの、振り返ってってもう終わった話だから。<laughs> うん。反省点はたくさんあ,るんですよにありますよ、えー。死ぬまで反省するんじゃない人間って。<laughs> 反省しないやつはよっぽど頭鈍いか。あの、 神がかり的な自信家か、しかいないんじゃないかな。もうこの年になっても、常に反省いただらけではありますけど、うん、あの常に全身、先へ向かって、前のめりで生きていきます。前のめり、倒れる時も前のめりで倒れる。後ろ向きに倒れたくない。<laughs> というのが、まあ、生き様かな、僕の。うん ほとんどいきます。はい。ということで、年の瀬なんですけど、一年を振り返ってなんてことは話はしません。まあ、昔のね、面白い話とか、そういうのは全然構わないんですけど、うん。反省があるはね、自分の中だけであればいいんであって、うん。皆さんにお話ししたって何の意味もない、無意味な反省点はね。だから、将来に対してどんな展望があるかとか、まあ、 X レベルの代表でもありますから、どんなものを作るのかとかね、来年は何をやろうとしてるのかとかね、まあ、お話すんならその辺でしょうし、うん、まあ、皆さんも飲みながら、なんか食べながら、えーうん、自由活発にね、トークのテーマをねちょいちょい投げ込んでいただけたら、僕もウイスキー飲みながらお答えしていきます。 はい、ということで、うん、喋ること決めてないんで、もう皆さんのチャットが頼りテーマは。えー、バナおさん、こんばんは。今日は綺麗なオイルのボタンダウン着てらっしゃいますね。これね、前もライブの時ちょろっと言ったんだけど、ほら、あのー、10月にヘビーオンスのブラックのパーカー出したじゃない。その黒のパーカーに、 ボタンダウンのね、シャツを合わせたかったの、僕。で、もう前からこの色素敵だなぁと思ってて、えー、目つけてたんだよね。あの、新進気鋭の若者ブランドではあるんですけどね。あの、発音しにくいやつです。トミー。 フィルヒャギなャ <laughs> なんじゃそりゃみたいなトミーフィルヒャギャー、うん、というブランドがあって、まあ、基本的に若者ブランドなんですけどねすごく色使いが素敵だなと思って前に見つけててこのブラックパーカーができたらちょっと一つ合わせてみようと思ってね買ってたんですで、えー、今日はまあジャケット着てますけどジャケットったってこれあれなんだよね デニムジャケットです濃紺のデニムジャケットなんだけどこの色は真っ黒に合うね。あれいいっすよ <laughs> うちのニューヨークウォーカーを持ってらっしゃる方トミー・フィルヒャギャーのこのシャツは <laughs> めっちゃ色合いますから、うん、試されるのもいいかなと思います。大好き。うん、ということでバナオさんトミー・フィルヒャギャーです。 そんなにぶっ飛ぶほどあのなんだろうなデザイナーズブランドでもそんなにめちゃくちゃ高いブランドじゃないので、うん、安くはないですけどねバカみたいに高くもないのではいえっ、ー、と旅する釣り人さんレオンさんがツイッターで紹介していた人間はなぜ老いるのかめっちゃ面白かったですおお素晴らしいあのー あの方教授、え、の番、番組で、ね、ピボットっていう、あの、文化系の YouTube 曲なんですよね。あれだ、なんだったっけな。ピボットの社長、どこだったかな。あの、日経、日本経済新聞系の、 何かの仕事をして、ちょっとね、ピボットの社長、誰かか忘れちゃったけどね、あの、なかなか文化系の素晴らしく達者な、素敵な人が、ピボットっていう、YouTube 上の番組を開いて、なかなかね、学術的なこととか、経済的なこととか、まあ、一般的なあの手の番組は、鬱陶しくて見るのも大変って思われる方も多いとは思うんですけど、やっぱり世の中の動向であるとか、あまあ、一つのテーマにおいての、こう、真実を、 本当のことを学びたいなとイメージする人にとっては、僕はピボットはね、超おすすめですね。ちょっと見てみましょうか。ね、せっかくだから。うん、レオンのウスキートークを見に来てる方なら、ちょっと少し響くかもわかんないんで、せっかくだから見ましょうか。えー 出てこないな YouTube。あ、そういえば、あれだ。ま、まっ、あ、にちょっと、あれしよう。えー、っと、画面共有して、画面共有しといて、 ちょっと YouTube の画面をね、見ながら、僕、まあ今日年のせいでもあるんで、僕がプライベートで何見てるかて、まあ、テレビは、えー、情報ソースとしては僕は10%も使ってません。うん、以前数、コロナ前ぐらいまではね、NHK のサイエンスゼロとかね、ああいうの見てたんですけど、やっぱり YouTube の方が圧倒的に面白くって、 自分の興味のある知りたい分野の方がいくらでも見れる。まあその中の一つがまあ日テレニュースであったり、ここで登録チャンネルがあるんだけど、日テレ、アベマプライム、アングリングソフト、まあこれ仕事だよね、インプスレベルコリア。ニュースピックスも面白いね。うん。ニュースピックス。まあ結構ホリモンとか、ヒロイキとかも取り上げるんだけど、んどそ,こえー、そんな中でも、 若干こう本気の文化論みたいなのが、これだ。ピボット。これはね、本当にプロフェッショナルばっかりが出るからね、えー、ジャンル的に興味のある方はね、見た方がいいよあの。普段じゃ知り得ない知識とかがね、知られるの。で、その中で今回、この、 ベストセーラーの生物学者さん、ね、の先生が出演する、ね、この方ですね、小林武彦教授、東,東大の定量数学学者であり、生物学者である小林教授の話、これ、初めて実は、昨日初めて見たんだけど、このトップクラスの、えー、生物学者なんですけど、難しい話し方を一切しなくてね、めちゃくちゃわかりやすいんですよ。 <laughs> うん、でみんなも知ってるこの白髪のおっちゃん心理学者というか、ね、いろんな分野手がけてる人ですけど、まあ、養老孟先生のもねよく見てたんですけどこの方のはねなかなかね興味深くて面白かったです。でピボットをちょいちょい見るのにこう,こういうのが出るんだよ。 これ、知ってる人は知ってるよね、みんな。広島県の秋、高田市の石丸っていう市長なんだけど、この人がめちゃくちゃ YouTube で賑やかしてて、市議会のじ、あの、本当、どうでもいいような、市会議員ね、市議と壮絶な戦いを YouTube 上で繰り広げてます。それをまあ、ピポットさんが取り上げて、まあ、全国区のね、うん。 まあ、そこそこの格式がある YouTube 番組の中で、広島県の秋高田市の石丸市長。なかなか面白いです。はい。こんなん見てます。あ、ついでにもうちょっと行きましょうか。うん。興味のない人はちょっと我慢してね。ピポットあと、リハックも、この系がお好きな人におすすめです。うん。リハック面白い。 リハックはね、プロデューサーがね、高橋プロデューサーでね。うん。当然、テレビ局のプロデューサーをしてた人なんだけど、会社辞めて独立して、なんとか今のところ成功してますね。うん。リハックもね。リハック面白いです。リハックの始めあこれ、リハック、キュー、リハックス、みたいな。えっ、ー、と、慣れたひきを発掘したプロデューサーさんが、えー、YouTube に。うん。 独立して本格的に始めてます長渕千代なんかも言ってるね一番新しいやつは面白そうだねで、深掘りじゃテレビと違ってスポンサー広告主におもねる必要が一切ないんだよね youtube はそこが素敵だよねうん。ええー、今年めちゃくちゃ旦那さんが脱税とかいろんなことして叩かれた 三浦家の奥様の方の三浦瑠璃さんも呼んでやってたりね。これこの川上良生さんが好きなんだ。この人の話はね、ダイレクトでストレートでね、面白い。うん。はい、こんなの見てます。他17件。桜総テレビ。これはね、まあ、いわゆる、 完全な右サイドの社長がやってる番組です。うん。まあ右左真ん中、別に俺は意識してるわけじゃないんだけどと、面白いことが多いんですよね、ロジックとして。あとその一時情報をしっかり取ってるか取ってないかもね、すごい気にするところで。 それなりにね、この桜うテレビ、桜うテレビってね、多分ね、2つぐらいチャンネルがあってね、もう一個どこだうん。僕何だったっけなあ、これ、これは新日本文化チャンネルか。まあいいや。このゲーも面白い。タクトコウノ、近藤。この人は、 動画のプロフェッショナル。で、ファイナルカットプロを使って、ビギナーでも、一般の方でも、こんなすげえことが動画のそのテロップ作るときとかやれますよっていうのを見つけて、この子ね、丁寧に解説してくれるので、まあ、インクステレビの、ね、デザインって、プロに頼んだとき外80%以上は僕が自分でやってます。ね。<laughs> だからこのお正月のうちにねこの素敵なオリジナルのタイトルの制作方法とかねこのタイトルの作り方ねとかをねすごく丁寧にねあのやってくれる YouTuber さんでなかなか素晴らしいんです。うん、これをちょっと。 見ながら僕、やり込んで勉強してみようかなと思って。うん。あとはまあ、あれだね、好きな野球系。うん、ダグアウト。ダグアウトはなかなか大物は出ないんだけど、2番手、3番手が出るんだよね。うん。ウネリンとかね。<laughs> 吉野へ。が出てるな。 ホリエモンは好き。ホリエモンのお前が終わってんだよ。なかなかこの、これは見物として面白いし、やっぱりホリエモンおつもが非常によろしいので、おおっていうようなことをもう時々見れるので面白い。うん。あと、大王星子の元会長ね、あの百何十億博打で吸ったおっさん。うん。この人も東大でなんだけど、あ、人間として好きだね。一緒に遊びたいタイプね。 なのでこれも面白くて見て見ます夜明け前のプレイヤーズ。これは成田悠介の番組だね。うんあ。興味深いですね。まあ今となった非常にベタなんですけどね。真、う、相、ん、深入り、帰ってきた虎の者ニュースみたいな。知識をプラス学びチャンネル。これはあのー、うん、武田鉄矢の あの朝の三枚おろしをこれ違法なんだろうけどねまあた武田さんの朝の三枚おろしは聞きながら寝るとよく眠れる <laughs> ということで <laughs> 僕はよく使ってますジャーナリストの長谷川幸宏さんまあこれはもう僕も好きな高橋洋一教授もしょっちゅう お二人で一緒にやってるニュース番組でて面白いです。高澤祐介って何だろうあ、これはカメラのプロですね。カメラ系の知識を得たい時にちょいちょい見てるんですね。高橋陽一チャンネルって、これは面白い、辛口で、うん。はい、ていうことで、あの、人間はなぜ覚えるのかはね、 ピボットの中でも最近非常に僕の中に響いた内容で、特にあの生物学者なので、まあ僕は学生でも研究者でも何でもないけども、その魚釣りをするときに何を考えてるのか何を参考にするかって言ったら、やっぱりその命の本質ですよ。 で、命ってのは、まあ、食物連鎖のピラミッドの中にもあるし、命そのものは非常に複雑回帰で、一つの定番の形では決して感じることができない部分ってあるよね。ところが、釣り人って決めがちじゃん <laughs> アジーならこうよ、みたいな。メバルならこうよってで。僕はもう何十年も前からそんなことあるかいって思ってたんです、うん人間が十人い色って言うならば、 ににもにもメバ人トイロがありますこれ命だから当たり前なんだよ。ハンでじゃあそれは命と構造として何が起きててそうなるのかっていうのをこういう本物の学者さんが教えてくれるし、えー、先ほどの人間はなぜ終えるのかっていう話をもう僕も数十年前から不思議だったのね。うん、生殖能力が 終えた後でも長く生きるのは、哺乳動物の中でも、ほぼ人間だけなんだよね、うん。例えば女性で言うと、その子供を産む能力がなくなる。つまり、あの、月経、生理、メンスが止まった段階で、ほとんどの哺乳動物はその1、2年以内で寿命を終えるんだよね。ところが、人のメス、 フィメールの方は、その生理が止まって生殖、出産能力がなくなった後で40年ぐらい平気で生きちゃうんだよね。40年も見たても30年生きちゃうんだよね。それはなぜなのかっていうのはね、あの生物学者っていうのはもう昔からテーマとして取り上げてて謎になったんだけど、旅する釣り人さん、この人の解釈面白かったよね。うん。キリンの首がなぜ長くなったのか。 高いところにある。した場合は全部他の草食動物が食っちゃうから、その加藤競争、生き残りの中で高いところの葉っぱも食えるように進化していったっていうのが今までのそのダーウィンなんかの進化論に伴う非常にわかりやすい解説だったけど、この教授はそれは間違いだって言うんだよね。首長く生まれたからたまたま、えー、環境にあって生き残れた。 っていう逆説的な言い方をするから、すごく面白くて。で、まあ、こういう考え方を釣りの現場に当てはめることが、僕は可能だと思って、こういう話すごく好きで、うん、しょっちゅう見てるということです。はい。えー、寄り道酒場圭さんで,でよろしいのかな寄り道酒場桂さんかな圭さんかなはじめまして。 現在、横川の寿司球で働いている釣り付き人間です。寿司球といえば、今横川の寿司球といえば、もう寿司屋さんでも何でもなくて、K さんでよろしいかな ?K さんと呼ばせていただきますけど、ねえ、K さん。寿司、寿司再開してないよね。あの、タイ、タイ、マダイから取った出汁のラーメン屋さんだよな。ですよね。 もしそうなら、ちょっとお返事ください。釣り好きで、僕が大好きで何十年も付き合ってた寿司級で働いてらっしゃる方だったら、これはもう僕、町内なんで、ね、ぜひぜひお、お会いしたいんで、えー、食べに来ますから。もしあの、鯛出しラーメンの方の寿司級であるならば、あと、また、チャットの方でね、お知らせください。 あ、鶴ぶ豚、鶴豚くん乾杯。はい。うん、ライトプラカスさん、スタミナ、すごいです。ぼ僕の話スタミナあの、すごいっていうのは、比較する対象があって、すごいとかすごくないになるよね。だから、どうなの僕自身わかんないんだよ。 その誰かを目安にして対象にして生きてないので、僕は単純に僕であるだけなんで、僕がスタミナがすごいのかどうなるのか全然わかんねえ。<laughs> うん。直哉さん、来年のプロダクトを少しだけ。え <laughs> へったね。なんとは言えないからね、ちらっとだけ見せる。 作っちゃったよ。作っちゃったよ。作るよ。来年出るよ。はい <laughs> <laughs> <laughs>。えっとね、サオはね、もうそうだな。僕がインクスレーベルを起こして、あっしゃーって思うのよ、思ったのは、やっぱり、あの、最初 NFC でブランク焼いてもらって、で、次にデジーノで、 再現させてもらったハミージャーミーとビー・テスラーセカンドこれはね僕の中でで納得ロットです、うん、今思い返して今から作ろうとしてもやっぱりお全く同じサーフを僕は作ると思うまあ日本とも僕の中じゃメバル用のロットですでジグ用のロットとプラグ用のロットなんだけどプランキング用で作ったのにジグタンで味つってもめちゃくちゃ楽しいという意味ではね、うん ハミジャミ、ビーテスラっていうのはね、僕の中の一つの金字塔でした。で、次が、全部好きなんですよ。全部、ここの分野においては、よっしゃと思うとこあるんだけど、中でもとりわけ、えー、すごいなと思ったのはサビアね。うん。で、ガリン・ペーロもセーラーもすごく僕の中じゃ素晴らしいんですけど、やっぱちょっと飛び抜けていい子ですよね。サビアって。 そういった意味で来年はもうプロとの段階でぶっ飛んだ作法がえ来年出ますね。まず一つは、もうね、こういう、この番組なんかを見てくださってる方は大体ご存知でしょうけど、江戸前小継一尺五寸。うん。五本継。マルチピース。っていうな。江戸前小継一尺五寸。五本継です。 えー、スピニングロッドです。で、パワークラスは L クラスです。L ロッドです。UL じゃないの。UL じゃないのに、L クラスのロッドなのに、0.5グラムのジグタンをアジンガーの、ベテランアジンガーの人に結んで、これでボトム取っておらんと。おお 分かります 0.5g <laughs> タンで、ボトム感じ度が取れるさを、ね、L クラスで取れるなんて、ちょっと想像つかないでしょ。まあ、ヒントはこれだね。あと、曲げた時のね、継ぎ座を5本継ぎで曲げた時の美しさがワンピースにしか見えない。これがこの、えっ、ー、とね、製品名変えた。これはもう、このライブで発表してもいいです。 ベスパーダです。ベスパーダという名前と、江戸前小月一尺五寸というダブルネームで、えー、来年中、多分夏前ぐらいにはなんとかなるんじゃないかと、格好つくんじゃないかなと思ってますけどね、うん。これは3月に量産型の発表は、成績発表は、多分3月にできると思います、えー。最初は名古屋で行われるキープキャスト。 えー、それから山形の山形フィッシングフェスタあと仙台で行われるう東北フィッシングショーかな忘れちゃったこの3か所ねイベント的にはね、うん、あとはまあそれ以外にちょっとなんか皆さんに見に来てもらえるようなステージを作ろうとは、うん、思ってます それが来年中に発売できるのと、あと他のもね、ちょっと間に合うかもしれない。うん。えー、ミドルゲームロットは、相変わらずまだ海の苦しみ続けてます。バチッと決まらない。ええー、理想が高すぎて決まらない。<laughs> あの系のロットってさ、世の中にもそこそこいい差がいっぱい出てるよね、ライトゲームから。 ミドルクラスの竿のスピニングロッドって各社はもうこの20年の歴史の中でね相当いいものが出てるのでそれを上回る何かがない限り僕も橋本裕介も気に入らないのでちょっと生みの苦しみを続けてますけどだいぶねあの骨格は見えてきたかなっていうところもあるので、まあ、再来年発売ぐらいの気長に皆さん待っててください。うん それより先にミドルゲーム系のロッドだとね、ベイトの74から76ぐらいのベイトモデルの方が早っ。これはひょっとすると夏ぐらいに間に合う可能性がある。あくまでも可能性だからね。ライブだから言っちゃうけど。なとこかな。ざっくりはね。ヨジンさん。ギフト。ボーモは引っ掛けながら拝見します。<laughs> 実家でお父様と、義理のお父様と、友人さんとえ、えこれは、皆さん釣りが好きということでしょうかちょっとびっくり。ああ、幸せだな、友人さん。いいな。お父さんと義理のお父さんと、息子と三人で、なんかこの、釣りバカ親父の、 レオンの番組を見るなんてないっすよ普通 <laughs> 僕は素直に単純に羨ましいなと思っちはい。土肥カオさんこんばんは妻の実家規制で上島にいますがプランキングは成立しません地元福井ではできることが成立しないアウェーカンですがやっぱりおもろいですねメバルは あと3日で答え出します。宇和島か。水温全然違うもん。うん、宇和島ってね、あのー、難しいよ。太平洋の黒潮の水温の影響を受けるので、あの特にメバルは難しい。あの釣れるときはバカメダン釣れるんだけど、うん、プラッキングが成立してないってことは、あんまり水面近くにいないってことなんで、 僕はそういう時だったら SPM の75なんかをボトムまで沈めて、遠くへ投げて、ブレーキの向こうへ投げて、ボトムを落とし込んで、それからパンパンパンと跳ね上げて、吊り下げて待つみたいな吊り方をしたりしますが、そもそも昭和ラインにメバルがまだ寄ってない可能性があるよね、水温が高すぎて。うん。まあ、水温高いエリアなんで、頑張ってください。まだまだね、な 夏から秋の水温を、まだ引きずっていると思う、宇和島だとね。はい。工作チャンネルさん、トミーヒルフィガーのシャツって、色使いがおしゃれですよねうん。ここの見えてる部分より、僕はこの、このサイドのブルーが好きなんだよね。このブルーね。ねこうやると、ここの赤が、こっちの赤が強すぎるんだ、ね。 全体で見た時色目が好きです本当に色使いうまいよねこれ素晴らしいですバナさんトミーフィルフィガーよく知ってるね皆さんトミーフィルフィガーですねコンのジャケットとの組み合わせは良いなと思ったらデルムジャケットと似合いですありがとうございますうん、宇治川さんハミージャーミーセカンドに引き続きピーテスラーセカンドも買いました一緒あのもう本当これは自信持っていますもん ビーテスラーはすごいよ。<laughs> セカンドは特に。俺あの、NFC のブランクで作った初期モデルよりも、こっちのセカンドの方が圧倒的にサウトして好きだもん。あのー、うん。で、ちょっと強すぎたかなっていう感じがあって、そこも含めてセカンドのビーテスラーはね、そうだな、ブリデン時代の、 6月ストレンジに続いて僕の中の自信作になってます。うん、で見てる皆さんにちょっと伝えときますけど現在ハミージャーミーもビーテスラーも何度目かの製造分の在庫はまだ少しあります。でもこれ売り切った時点でもう止めますからね。 あんまりこう、いいそうだからって言ってもね、ずるずる引き伸ばして、ちょびちょびっていうのはね、ちょっと僕の中と半然としないので、今の在庫がなくなったら基本終わりだと思ってください。だからどうしようかなと迷ってほしいなけどないつかなって迷ってた人は、えっ、ー、と、この半年一年以内にお買いにならないと入手不可能になる可能性大ですので覚えておいてください。 イエクさん、この前アップされてた地球さんのキャスト動画、また擦り切れるほど見てます <laughs> いやー、エクさんね、期待、来年はね、ちょっとそこの部分で花開くので、うん。期待してくださいね、イエクさんね。で、広島でお披露目会やります。もう、地元ではお披露目会やります。見に来てください。 釣り豚、十人といろ、本当にそう思います。だよね。みんな性格違うんだ決めちゃダメ寄り道酒場、圭さん。はい、そうです。たいたしラーメンです。いいっえーえー、大将からレオンさんの包丁や釣りの話を聞きました。僕もお会いできたら嬉しいでオよ。OK <laughs> です。えー、ちなみに圭さん、あのー、炊いたしラーメンは何日から営業開始ですかうん。もう初日行くかもしれないんで、教えてくださ、はい。 三浦かみさん、こんばんは。下光でお酒は飲みませんが、お話を伺いながら、今年の釣りを総括したいと思います。はい。お土木香さんと三浦かみさんが、福井同士で繋がってらっしゃる。よろしくお願いします。<laughs> こういうところで繋がるのもいいんだよね、釣り人っていうのはね。名古屋さん、リールチラ見せ笑う。<笑>草。<laughs> 江戸前小継ぎはそんなにやばかったです。そうか。 なおやさんは投げに来たからな。まじでやばかったでしょ。なおさん。どうやばかったか。今見てらっしゃる人に僕が言うんじゃなくて、なおやさんがちょっとの方にどうすごかったか。ちょっと、過剰書き的でもいいから、すごかったというちょっと書いてください。かっちゃさん。え、ビーテスラーファースト持ってるのに。 ファースト、ファースト,ーストすごいんだけど、なんだろうな、今の日本のフィールドと釣れる魚メ粘ルのサイズとかとえ考えたときによりセカンドの方がこう少しマイルドに、あるいは少しパワーダウンさせてる分、うんあのー、あ見合ってるってうかな、フィールドに見合ってるって感じ、より。うん プロトから言うと、ファーストモデルもね、製品版はね、だいぶパワーを落としたんですよ。なんかね、難しかった。ゲリンとこの、サオは。曲がりのレベルで見るより、実際に魚釣ってみたらめちゃくちゃ強いんだよね。だから、ビータツラーの、ファーストプロトで、あの、佐藤弘樹くんが、 プロトの実調テストで60センチ近いク黒袖っつって、寄せて、足元寄せて、電気垂らして見るまでは40センチぐらいのクロ黒袖だと思い込んでたらしいからね、58か9あったよね、あれ、うん。なんと、ピーターズはセカンド、もう一本買っておこうかなって <laughs> ありえるよね。 俺さ、こんなのをパッと見たときに、X なんかに集ってる釣り人が、持ってる差をまた日本も買うか、アホか、みたいなことを言う人がいるけど、僕は買ってた方だから、全然なんとも思わない。僕が最初にそのメバルに、アジになかなかいいよねって気に入って使ってたバスロット、上田のプロ4の FLS、TFL じゃなくて、 FLS の方の60じゃなくて64。僕あの FLS の64結局3本買ったからね。ま <laughs> あなくなるの聞いてたんで。うん、すぐ3本買いました。寄道坂場圭さん、4日からです。了解。4日の日に旅行こう。うん。三浦かむゆさん。 私、越前海岸が主戦場でなめら、キジハタゲーム。キジハタなめらっていうんだね。ええー。越前海岸の昼間に急いで、ロックフィッシュゲーム、ライトゲーム、ミドル、ロックフィッシュ、なんかこの辺をやってると、カサゴ釣りよりキジハタの方が楽なぐらいキジハタ多いんだよね。うん。ブリーデーのサインになった、あの、僕のお弟子くんの森健太郎が、 ブリーデンがまあ兵庫県なんで山の中だし、日本海側に降りた方が早いねって言うんで、越前海岸からあの京都府のね、海岸に降りて、メバルカソゴやるとキジハ旗ばっかり連れてね、びっくりしてたよ、当時。カソゴの方が難しいんですよ、数出なくってって言ってた。懐かしい。や、っぱーデさんがいい質問するね。 メバンリングの時のジグヘッドで、ショートとロングシャンクの使い分けってどういうふうにされてますかまあ、結構ロングシャンジグヘッドの場合だよね、これおそらく。ジグヘッドってたらね。奥深すぎてねで、結論が出ないんだよね、僕も。うん。ショートシャンクがいいよ、ロングシャンクがいいよ、というね、単純にその、 この二つに一つで答えが出せない。なぜなら、ショートシャンク、ショートシャンクでもめちゃくちゃいいジグヘッドもあれば、なんだこれあってるのもある。だから単純にショートシャンクがいいんじゃなくて、全体のバランスの問題の方が重要な気がするんだね。例えば僕がショートシャンクのジグヘッドでめ、一番気に入って、未だに僕はそれ以上のものが、 ほぼないんじゃないかっていうぐらい好きなのがジグヘッド竹ちゃん。これすごい。あの何がそうやってね、ワンバイトでかかっちゃうし、えー、かかりやすいのはね、えっ、ー、と、夏晩にね、デイゲームやってたら、あのよく食ったけど、笹の葉ベラとか、お歯黒ベラって、あのー、ショートバイトが非常に多い魚なんだよね。コン、あ、乗らない、ン、あ、乗った、あ、バレた、みたいな。 すごくバリやすいよね。ベラって。うん。あれがね、ジグエイトケちゃんだと一発だけかかるんだよ。スポーンなぜか。シャクヘッドだとね、10バイトに1回しか乗らないのに、ジグエイトケちゃんだと、10バイトで8ヒットぐらいまで持ち込めるぐらい。非常にかかりがいい。で、これショートサンクいいよね、と思って、じゃあ違う銘柄の同じサイズのショートサンクを買ってみたら、そこまで行くかって行かないみたい。 だから、ジグヘッド貼ってあげちゃうのね。なんかあ、あれは素晴らしくバランスよくできてる、あの、ジグヘッドだと。じゃあ、ロングシャンクダメなのって言ったら、あのー、えっと、もう名前がちょっと出てこないの、ね、で、最近ロングシャンク使わないから。えっと、な,なんとかまっすぐっていうのがあったでしょ。うワームまっすぐさせるやつ。メ,メバル用の、ちょっとメーカーせちゃって使わないから。 これはいい、良かったね、ロングシャンク。あと、今やロングシャンクとも言えるかもしれないぐらい、割とシャンクが長めで、えー、なかなかこれを超えるジグヘッド出てこないねっていうのは、もう、かつての名品で、今はもう生産中止になったのかな。ガマカツのコブラ二塾ですこれは、使い分けとかなんとか言うよりも、コブラ20塾があれば、メバルも味も全部 OK じゃん。うん オープンゲームいらねえよ。<laughs> 申し訳ない、すみません,、うん。いや、オープンゲームの方がたくさんつれるかもしれないけど、僕らみたいな古屋ぐらいに寄せると、もうジュゲット・タケちゃんとコブラ29があれば何もいらないねって今ですら思ってる。だそれ以上、ああだこうだって細かいことを言って、何かが得られるかって、それほど大きくない気がするのね。 それよりもっと他の部分に目を向けた方がいいんじゃないかな <laughs>。同じ時間費やすんだったら。どのフックももう相当いいよ。うん、だから僕は今はメバル釣り行くときはもう1ヘッド D、ジグヘッド竹ちゃん。それからレンジク、アジのときはレンジクロスヘッド。あとはもうめんどくさいから他の銘柄には目を向けない。だって十分釣れるもん。 めちゃくちゃ十分釣れるから。それ以上あちこちこう見て浮気する時間は他の方向の研究に費やしてます。うん、あと基本浮気しない。<laughs> 僕は。あ、だからい,い一当一番目に。 うわ、こんなものよく作ったな、見たことないわ、すげえな、っていう。例えば、コブラ29がそうですし、うん。をリスペクトするがあまり、真似をして作ってきたメーカーのやつってのは、一切買わない。うん。で、きちんと連れて、けども安いよ。例えば、もうめっちゃ悪いけど、某、100円ショップのものなんかは、 一切使いません。いや、安い方がいいじゃん、レオンさんって。いや、あのね、既存のジグヘッドに輪ゴムでこう、自分で仕掛けしたって、アジはね、ポン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 釣れるのよ。100円もしないじゃん。それとルアーフィッシングは別物なんだよ。僕なんかは、そうですし、おそらく僕のライブを見に来てくださってる方は、 傾向としては、あの、同じ仲間かなと思うんですけど、釣りの楽しみ方には、その、道具の楽しみがあるじゃないですか。ねえ。誰かが心血凝らして、何年もかかって作り上げて、史上初、こんな素晴らしい釣り道具ができたんだったら、その人のルアーを、あるいはリグを、 ずっと使ってあげたいよね。で、ビジネスでもう似たようなのを真似て作って、で、値段を安くして、で、宣伝ばあたくさんして、もう、もう全国のすべての量販店に置いてやって買いやすい。で、買いやすいからみんな買うよね。でも僕みたいな人間は買いません。<laughs> なぜなら、違うよ、それって思っちゃう。 誰を助けてあげないか僕ならもう明確なね、僕はそういう人間ですから。だからそういう意味で僕は浮気しません。うん、カッチャさん、レオンさんとこのルアーはストックと使うよう2個ずつ全職解説があ。ありがとうございます。無理。えー、カッチャさん、あの、 やれる人は全然やればいいと思うんですけど、無理はしないでくださいね。うん。本当にね。まあ、僕もそういう、えっ、ー、と、仕事がうまくいかず、超絶貧乏だったときに、ちょうどメガバスの X80 がわーっと人気出たときに、2個ずつとかじゃなかったもんね、X80、動かしてみて、これすげえなぁと思ったから、ばっさり買ったよね。 箱でで買うんですメタルジグでもう気に入ったこんなジグの動きが最高だと思ったやつなんかあ何色も買うのが僕は嫌だったので某メーカーのタッチ用用のメタルジグの100グラムを80と100をなくなるんでタッチをカットするから100本ずつ買ったんですよ。一気に。うん、でしかもシルバーだけ。 いろんな色があったんだけどシルバーシルバーボディ買っとけばマーキーの12色買っとけば現場でどんな色でも2トンでも3トンでもできるわけ、うん、色に左右されること多いからねタッチを。そうするとメーカーさんが塗ってるカラーよりも現場でめっちゃ急に釣れ始めた人の色をこう盗み見てその色に現場でパッと塗るとおおなるほどみたいなことをやりたくて。 えー、当時一緒に釣り行ってた友達、ボンバー石と一緒に、シルバーを100本ずつ、えー、釣り店に注文しましたで。100本も買うんだから安くしてくれって交渉して。そうすると、一般的に棚にこう釣りして、ハンガリーこう並んでるルアーよりも2割ぐらい安く買えたりしてね。うん、<laughs> そんな釣り人ですよ。基本が僕ら。メーカーを起こす前から、テスターになる前から。 そういう釣り人ですので、えー、全然カッチャさんの気持ちはわかります。名古屋さん、ざーとで、あ、えー、っと、江戸前小継ぎ一尺五寸の良かった点を、名古屋さんもね、あの、現場の口頭で僕にね、明確には言わないんですよ。うん。名古屋さんも口数少ないですし、自分の気持ちの中で思うと。だから、 この来年発売予定の江戸前薬付き一尺五寸、えー、64L というスピニングロッドの名古屋さんの評価、初めてきちんと聞きます。1番、ベントカーブを美しい。2番、マルチピースの通勤目のかっちり感。3番、マルチピースだと少しだるいイメージでしたがワンピースみたいなシャッキリ感。素晴らしい。4番、 0.6g の着底が分かる。L, L ロットで 0.5g の着底感が分かるってなかなかないよね。アジングロットの UL のティップが細いソリッドティップや、えー、チタンティップロットだったらで、竿自体が 50g とか軽いから分かりやすいんですけど6.4フィートの、えー カーボンチューブラーの L のロッドで 0.5g の着底が分かるってすごくないみんな <laughs>。で、この6.4フィート、えー、チューブラー L クラスのロッドで 0.5g の着底が分かるし、もぞっとした当たりが分かる感度、うん言葉のすの難しいすで。でもまあ 超絶ベテランアングラーで丸あるお直屋さんのこの評価は、ものすごく嬉しいし、ありがたいし、えっ、ー、と、全く同じ感想を僕も持ってますし、本当楽しみなそうです。ということでね、今、83名の方が見てらっしゃいますけど、ぜひ、あの、いいスピニングロッドが欲しいなと思っている方はね、楽しみにしてください。えっ、ー、とね、ちょっと、 ちょっとせっかくの年の瀬なんで、ちょっとでお見せしましょうね。どんな状態になってるか。あのね、開発途中で JP ウォーカーズっていう名前をつけてたの。えー、江戸前小き一尺五尊は。で、名前がずっとピンとこなくて気にならなくて、まあ これやっぱりちょっとスペイン語館、イタリアン語館の名前にやっぱり章ということで改めて決めました。はい。これが正式名称決定で、これで量産体制を今取ってもらいます。で、多分2月か3月には、えー、量産型の、えー、コスメまでバチッと決めたサンプルが出来上がってきて、 えー、3月ぐらいに受注開始ができるような状態で、改めて名前を作りまし、変えました。えっ、ー、と、SXSVP、えー。これは、ね、ベスパーダの略ですね。で、645、えー。長さが6.4フィートで5はね、5ピースの意味です。で、パワークラスは L。で、ベスパーダっていう名前なんだけど、この名称、 ダブルネームです。和のテイストをものすごくそのテクニカルな部分で、えー、日本の竹竿の職人さんの手が入ってるところのイメージを出したいので、ちょっと漢字を入れたかったの、僕的には。だから、で、五本継ぎってことはさ、ああちこち、うろうろ旅先でとかでも釣りができるでしょ。そういう意味で放浪をつけた。あと、 ね、大人の釣り師が釣りに抱くロマン、ロマンを合わせて、ホーローマンという造語を作って、これをベスパーダという名前の中に入れました。ベスパーダ。ホーローマン、ベスパーダ。で、サゴのタイプとしてはあ、モデレートファースト。モデレートファースト。何だったモデレート。 じゃあ、ね、これま,まずベスパーダの意味から、ね、見ていただきますねベスでは。ベスパーから始まって長いから短くしたんだよ、ベスパーダ。うん、これはまたちょっと意味忘れちゃったんだ。<laughs> えーっとね、スペイン語系の,あのフェンシングなんかの,あの細身の刀剣、刀ね。刀を意味する単語があるのね。それを 短くしたのと、あのー、イタリアのスクーターがあるたの、ベスパっていうのが、うん、あの語、ー、の響きが好きだんで、それに近い響きを持つ、そのスペイン語系の刀剣を表す名称があるのね、うん、こういう名詞が。を短くして、字面もよくしてつけたのがベスパータです。はいで モ,モデレートファーストの意味なんだけど、適切ななんですよ、モデレート。適切なファースト、先調子。<laughs> モデレートファーストという、あの、なんだろうな、テイストです。曲がりであるとか、調子が。うん。あんまりね、先調子だとか、ファーストテーパーだとか、ファーストテーパーね。うん。ファーストテーパーじゃないからね。ファーストテーパーだからね、あの、 ネイティブさんたちに発音させると、ファーストとファストじゃ意味が全く違ってくんで、まあ日本人はね、誰しも英語の弱いんで、ファーストテーパー、ファーストテーパーって言っちゃってるけどね、ファストが急なだからね。緩いテーパーはスローテーパーだし、キュッっていうのがファストテーパーで。 ファーストはあの、ファーストレディとか、第1位のとか、第1位のとか、最初のとかいう意味がファースト。まあ、皆さんご存知でしょうけど、でも、ね、少なくともネットで見る限りは、ファーストテーパー、ファーストテーパーって言ってるじゃない。うん。どうも僕の中であれがピン、サボに関してはピンとこなくって、うん。きちんと正しい英語表記で、えー、英語圏の人が使ってる、 その竿の調子を表す言い方を今後はしていこうかなと思ってるので今回のこの和洋折衷の竿ベスパーダーから始めますこれはモデレートファーストというねアクションテイストになってますはいおバナオさんよく調べてるねこの小継ぎの別名ベスパーダーは剣とか刀の切れ味とかイメージされたんですか よく調べられましたね。おっしゃった通りです。ね。で、こういう名詞として、ベスパーダってのはないね。うん。ちょっと造語です。でも意味としてはそういうことです。自分はとあるゲーム内に出てくる、すごく使用感の良い武器を想像してしまいました。バナオさん、すげえよ。僕のイメージに相当迫ってるよ。ベスパーダ。うん。おっしゃるた通りです。旅する釣り人さん。旅するを受賞してるからには、江戸前小継ぎ。 マルチプスシって言うな、モバイルロットって言うな、江戸前の小きじゃ、<laughs> 気になります。<laughs> いいな、刺さってもらえて嬉しいです。<laughs> うんえー、ライトプラグアさん、ミドルゲームを始めてからライトゲームでかなり通い慣れたフィールドのライトゲームじゃ届かないところにマダイが表層の方に浮いてたり、たまにボイリしていることに気づいて衝撃でした。 これね、大事なこと言ってるよ、ライトプラッガーさん。あのね、延べオから始めて、軽流用のルアータックルを海に持ち込んだのがもう45年も前です。下手すると50年近いかもしれない。そうだよね。僕が軽流でルアーを始めたのが18ぐらいだったから。で、その、グラスロッ の5フィートぐらいの渓流ロッドのスプーンとスピナーで海で何かやったら釣れるかなと思ってやったのがね23品なんじゃないかなと思うのははっきり覚えてないけどだカサゴンにそういうにメバルに行って釣れたんだよねでそこからどんどん海のルアーズルに本格的にはまっていくことになって中でもとりわけメバリングが一番面白かったでキジハタに狂いまくったね5年から7年ぐらい であの頃に言ってたライトゲームっていうのは実はライトゲームの範囲っていうのは1オンスまでだったんだよ業界の業界の常識不分率,不分率としてライトゲームっていうのはね1オンスつまり28グラムまでをライトゲームって呼んでたところがこの15年まあ自分が言い出しっぺでありやり出しっぺであったアジング がさこの概念をイジッ軸も変えちゃったんだよね。うん。で、アジングの台頭とブームによって、ライトゲームのその使うリグウェイト、ルアーウェイトの概念がね、この15年ですっかり変わっちゃったよね。5グラムっつったらヘビーウェイトだって言ってんだよね。ライトゲームじゃないと。<laughs> ましょうがないからもう 5, 5から上の世界。 5から2、そうね、20グラムぐらいまでをミドルゲームゾーンと定義付けすれば、あ、ライトゲーム、なるほど、3ゲームより下ねあ。ミドルゲーム、これって多分5から上だよね。で、タックル立てがこう、初心者の方でも分かりやすくするためにミドルゲームという概念をつけた。で、何を言いたいかというと、ライトゲライトプラッカーさんが言ってる通り、このライトゲームの概念が、 細く、小っちゃく、軽く、なんて言ったがために、ライトゲームの近代の概念じゃ届かないところに魚が増えたんだよ。増えたの。俺たちの時代に結構たくさん釣っちゃって、いっぺん減っちゃったわけ。キジハタは減るし、でっかいメバルは減るし、大きな味がボコボコ釣れてたのに釣れなくなったしっていうのは釣り切っちゃったの。で、一方で、その、 で、豆味だ、なんだかんだっていう一つの、まあ、これをこれで正しい文化の広がりなんだけど、広がったがために、みんながみんながみ,みんな、ライトゲーマーさんが軽いリグしか使わなくなったから、飛距離の竿抜けが日本全国でできちゃったんだよ。それを今、ライトプラッカーさん言ってんだよ。だから、ここの概念が僕らが言ってるような、そのミドルゲーム概念をちゃんときちんと取り入れた人は、 また数年間いい思いします。それを僕とか地球さんはこの4、5年はベイトタックルでやったよね。大体5グラムぐらいしか投げないからね。お。ぽよんぐおー、花火まで上がった。イエーイ。面白いね、ズーム。<laughs> うん、そう。だから、ミドルゲームが、 特にきょ今年から来年、再来年、四五年間にかけて、いい釣りができる人はね、多分そこにいち早く気づいた人だよ。だからこの15年間で作られてしまったライトゲームの概念の範疇が一番魚が釣れると思い込んでやってる人たちは、あの、もうそのレベルでの超過しか出ません。あとは紛れで釣れるぐらい。はい。 藤川さん、インクスレベルからもブリーデンみたいにスピニングのダブルハンドルは発売してください。難しいなあ、ダブルハンドルなあまあ、あっても悪くないと思うんだよね、うん。だけどビジネス的に響かないのはね、作るの難しいのよ、藤川さん。ものづくりってね、必ず工場で作ってもらうからね、そこにはロットというものが、うん、大抵限存在するの。その 最低ロットが例えば1000個とか言われて、ダブルハンドル1000個作ったら、5年間なくならない。在庫が残っちゃうね。5年在庫が残るってことは、全部売れても赤字になるんだよ。商売って。いやいや、全部売れたんだから儲かるでしょって。5年かかったら儲かんない。<laughs> なぜなら、毎年在庫が残っていくでしょ。在庫は資産。資産には税金かかるんだよ。 だから、1000個作りました。最初の年で500個売れました。を500個分儲かりました。ところが残りの500個が5年ずーっとあったら毎年資産で税金で持ってかれる。で、倉庫の一部を埋めちゃうから、他の新しい製品が置けないよね。うちみたいな倉庫が狭いとこだと。だから、あの、ファクトリーがね、工場が、 10個、20個、50個ぐらいの単位で作って、えー、ある程度金額も低く作ってくれる工場がない限り、難しいんですけど、リールハンドルなんてのはね、ちょっと手間暇かかるんですよね。うん。改めてダブルハンドスピニングダブルハンドルを作るほど需要がないんだよね、実は。 今、シングルハンドルの性能すごく良くなったしね。うん。あの山ラッピですらダブルハンドル使わなくなってるからね。もう90%はシングルハンドルしか使わないんだよ。山 <laughs> ラッピですら。と <laughs>、その理由が結構明確なんだよね。うん。はい。w a さん、昨日久々にメバリングカブラを使いました。ドラグなりまくりで両方のメバルゲットできたと思ったらフックアウトしまいました。 フックを爪に引っ掛けると通常だって引っ掛かって止まらずがツルツル滑ったのでそれ原因かなと思いますが何度か使用してるとフックが丸くなるのでしょうかこれダブ,ダブリエさんこれ基礎中の基礎だからこれは頭に入れといてあの釣り針の先の鋭利さって1匹2匹3匹4匹5匹ぐらいでダメになるよ基本だからそこにうるさいやつは もう2、3匹釣ったらチェックしてるからね。で、あ、これなまったと思ったらもう新品にその場で交換するアングラーも世の中たくさんいます。で、僕らみたいな古いアングラーはシャープナーを持って歩いてます。新品にするほどじゃないと。今日使って終わりにしようと。うわ爪滑りようつったらシャープナーでキャキャキャーとかいでカツンカツン引っ掛けるようになってまた投げます。で、にメバル2、3匹来たら、また滑り出すからまた、 で、それで一晩、そのカブラバリなカブラバリで釣つって、もう次は使えません。だって研いだから、錆びちゃうんで。針って研いだら中の地金が出ちゃうよね。刺さるけど、も、ま、う、あ、次は使えないんで。うん。そ、は頭に入れておいてください。で、 フックにもいろんなメーカーのトレブルフックでもシングルフックでもいいんですけど、いろんなメーカーさんがあって、それぞれコーティングが違います。フッ素コートしてあるものもあれば、普通のメッキコートなんで、それぞれ違う刺さり方が。うん。で、えー、例えばガマカツにね、トレブル17というね、軽流用の細軸のすんばらしい刺さりのいいフックがあるんです。 で、うちでもメバルプラグ用にそれをフィッシングンでも販売したことありますけど、細がためにフックポイントが早くダメになりやすくって、うるさいやつはね、メバル5匹釣ったらもう捨てて交換してたよ。高い針なのにガマカツのドレブル17なんて高いんだよ。1個100円ぐらいするんだよ。うん、それ5匹釣って新品に交換してたからね、それぐらい針先の問題っていうのは、あの、 ちょっと真剣に考えななきゃいけないけ部分があるでも、じゃあ今、レホンさんどうなんですかって言ったら、俺は、別にバレてもいいじゃんっていうのが今の僕。いいじゃん、バレてもって。うん、あるいはシャープなでピッピッてやります。はい。直哉さん、始めたばっかり当時の頃ってジグエット3とか5グラムが多かった気がしますね。デフォルトだったよね、3、5が。 今がら3グラム、5グラム使ってるとって思うって言うからね、ライトゲーマーさんが。いやいやとか思っちゃうんだけど。ああ <laughs> チューブワームとかあったね。うん。まあ、チューブワームで生き残ってるのは、あの、スララさんがね、やってるのね。なんだったっけ心臓イとか。あれもチューブワームの一つで。あ生き残ってるな。 三浦神さん、今年、ジュラクロウのプエルルスグリーンが一前海岸の生地あってね、本当によく聞きました。ただ、ベラやフグにもよくかじられました。あこれね、ジュラクロウ好きで使ってる人にいらっしゃったらね、あのちょっと聞いててください。プエルルスグリーンってめっちゃ釣れるんです。なのに、一番売れない。<laughs> もう在庫いっぱい残ってる。困ったなっていうぐらい、プエルルスグリーンだけが売れ残る。困ったもんだよね、ルアーのカラーって。本当に釣れる色は売れなくて、まあまあそこそこぐらいで悪くはないよね、みたいなのが一番売れたり、なかなかね、釣りって厄介なんだよ、その辺がメーカー側からの立場からすると。プエルルスグリーンね、本当によく釣れるんで、 うん、えー、マジですかと思った人はね次にジュラクロを買うときにはプエルスクリーンだけ買ってください困ってます釣れます保証しますうん本当によく聞くただベラやフグがよくかじるっていうカムさんが言った通りはい、うん、でもキジハタを特にデイでキジハタ釣るんだったら絶対持ってた方がいいからだからね うん。まあ、岸タに限らないんだよ。赤旗もめっちゃ釣れるしね。はい。えー、っと、今、イレ行った時にいいもん見つけた。あのね、めちゃくちゃいい、あの、グローブの工場、手袋工場を見つけたんで、ちょっとインクスバージョンを僕のこだわりでちょっとつ作ろうとしてんだけどね。可愛くない こういうものなんだけどね、うん。あのね、オールシーズングローブなんだよね。で、形としてはこれ、あの、今こう、こっちが手のひら側だよね。リバーシブルに使えるんだよ。さっきまで手のひら側だったのが今手の甲に来てる。ね。だから裏表がないと思って。こういうグローブってすごく便利じゃない。うん。で、 このプリント、これね、ラバープリントなんだよ、実は。ゴム。つまり、すごいグリップがいいの。で、こういう絵柄がね、プリントできるの。うん。で、一見、軍手っぽいよね。はい、そうです。あの、デザインとしては軍手デザインなんだよね。でも、素材はね、軍手って、安い、あの、 ココッットトンン糸使ってるよよねねこれコットンじゃないんだよ、ね、ポリエステルやナイロンやその他いろいろ使ってる。で、えー、糸がね、あのー、使ってる糸が新幹線のシートとか、レクサスのシート、ファブリックやケのシートを作るための糸の残ったやつでグローブ作るというね、ちょっと一風変わったメーカーさんでこう、軍手ほど弱くは使い捨てじゃない。 これはもう使い捨てじゃなくて、ちゃんと何シーズンも使えるぐらい丈夫なんだけど、構造を軍手構造で作ってるがために、シーズン、真冬、最近僕はあの、うちのマイル君、ワンコ、ワンコの散歩がね、夜12時、1時から2時ぐらいの間に、深夜のお散歩するんですよ。めっちゃ外寒い時に。その犬の散歩の時に、 これしていっても全然大丈夫。ちょうどいいぐらい大丈夫ぐらいいけるかと言って、初夏の気温が高い時でもあのなんだろうな。生地の編み方が軍手構造に近いので通気がいいの結構 <laughs> だから。真夏の。を除いてまあ、真夏でも多分フルグローブして、あのロックフィッシュとかね。僕も地球さんも。 えー、それから橋本悠介も基本真夏に特にボートなんかであの寝魚やる時はもうフルグローブしてるんです。うん、フルグローブの方が指痛めないしあの日焼けもしないんでだから真夏でも使える本当にオールシーズン使えるっていうことでこれちょっときっちり製品化しようというので、えーとね、これも3日ぐらい前にねデザインが出来上がったばっかりなんだよ。 それちょっとせっかくなんで見てもらいましょうか。これは俺はウケると思ってるんだけどね、俺が思ってるだけで皆さんにはウケないかもしれないけど、めちゃくちゃ気に入った。なので、えー、ひとまず最低ロホット単位で頼んで製品化しようと思ってるので、かわいいんだよ、これが。最高ですよ。俺、いろんなデザインやったんだけど、 まず決定させたのが、せっかくこの手のグローブ、フルグローブ、まあハーフグローブも作るんだけど、スマホが扱えないとダメでしょ。だからここへ、指先だけ、これ3本。親指、人差し指、中指。ちょっと色が黒くなったでしょ。ここはある種の薬液を染み込ませた糸をここだけ使って、スマホ対応。まずこれ条件1つね。 スマホ対応使いますでこんな柄でこれが基本手の甲側ね手の甲側で爪のところにも模様が入れたのはこれを裏返しで使うときに指先にグリップを持たすためです。 でも基本的にはこれが手の甲側。で、内側は、どういう、かわいくない <laughs> 真ん中にジェイ君がいて、貝殻とか昆布とか岩とか、もう海ですっていう。で、この三本指の先っぽ、スマホの画面触るところは、あの、このラバープリントを被せません。 で、手首のが筒編みなんで、これはもう全然軍手よりもしっかりしてます。で、そこそこ手首部分が長いので、非常にその、アウトダウで使う場合でも寒い時でも、暑くてもいいです。モスグリーン、ブレー、それから真っ黒じゃなくてチャコールのブラック。この3色作ろうかな で、使用目的すべて。釣り用じゃないよ。いや、釣りにも使えるよ。って。えっ、ー、と、あえて言うなら、えー、作業用、アウトドア用、ピクニック、山登り、それから、なんだろうな、あの、日常の仕事用、作業用グローブ、えー、台所でも使えます。 幅広く考えてください。そういう目的のグローブですよ。僕はこれ実際作ったら、もうな夏用の釣り用のフルグローブとしても使うけど、いいなと思うのは、前のと散歩してて思ったんだけど、コンビニ入ろうがどこ入ろうが、このグローブ可愛いから、何の違和感もないのよ。ここで皆さん連想して、いろんなメ釣り具メーカーさんのグローブを、 してると思うの釣りをするとき。特に冬になったら、指3本カットですとか。釣り用のグローブでコンビニ入ったりとか、運転したりとかあんまりしないでしょしないよね。スキーグローブとか、スノーボーグローブをしたまま街歩かないよね。で、ね、なんかグローブって、目的に特化されて、そのシーンにしかそのグローブはめないよね。でもよくよく考えると、 軍手系のグローブっていつでもしてないあ、ちょっとグローブ必要と思ったら、そのシーンが何であれ、そこをね、最大限その使用範囲、幅を広げたグローブだというふうに僕の中で認識があるの。これなら、これちなみに、こ、この間おしゃれして、ちょっとした、あの、銀行の偉いさんと一緒に、年末の忘年会的なお食事、 会をしてその後、僕の行きつけの隠れ家のような、えー、広島市内のちょっとした洒落た紳士たちしか来ない場へお連れしてた時にしていったんだけどまるで違和感ないよその時に僕は何着てたかっつったらジャケットの上にちょっとおしゃれなロングコートを着てマフラーつけて行ってるその時にこのグローブしてた釣りでも使うグローブを そんなことができるグローブってないよね <laughs>。そこもね、すごく自分の中で気に入ったの。で、これ、オスメス共用。ワンサイズ。で、そのバーに行った時に、あの、手のちっちゃい小柄なお姉ちゃんのカウンターの中、ちょっとこれ、君、はめてみて,って。ブカブカある、違和感あるった。いや、ないです。ちょうどいいです。で、横のカウンターに座ってた、ちょっとから体の大きな社長に、ちょっとこれ、はめてみて,ってた。きつい使ったいや、ちょうどいい。 これね、伸縮素材なのでコ、コットンじゃないので、そこはやっぱり、あの、エステルだなんだが入ってるところの良さだよね。なので、かなり、あの、男女共用でワンサイズでいけるっていうところもなかなか素敵だなぁと。はい。で、で、スマホ系も触れて、で、<laughs> はい。ハーフグローブも作っちゃう。<laughs> ハーフグローブ。これ結構、オールシーズンいけるフィッシンググローブにもなり得るよね。どう皆さん。今のグローブ。写真でしか見れないけど、イメージ、想像で、正直、どう思います <laughs> 欲しいと思うか思わないか。どうでしょう 見てくれだけで。値段はね、ちょっとわかんないけど、1500円から2000円くらいの検討かな、一着が。ちょっとご意見ください。はい。ダフリエさん、インクスの手袋欲しいです。斎藤さん、グローブ気になります。<laughs> ライトプラグーさん、グローブ、ラバー付きは、テトララ、椅子悪くてもいいです。あとね、抜けなくなった竿が抜きやすい。<laughs> すっごい。カリンさん、自分もサビや2本持ってますなんなら、 今年一番出番が多かったエルセーラーもなくなったら困るので、もう一本欲しいぐらいです。セーラーはね、一番最後に作った3回目の生産分が一定量残ってるので、まあ、セーラーは1、2年、2年くらいはまだなくならない可能性大ですね。はい。いいっすよ。セーラはまだ大丈夫ですよ。でも買ってください。カッチャさん、とりあえず3食2個ずつお願いします。 カッチャさん、すごい、ありがとうございます。ティコさん、ハーフグローブもいいですね。気に入ったもらったもエッ EX さん、ハーフグローブ1ダンスかます。1ダンス。1ダンス。書く巧みじゃないんだから、ダンスがしないように。<laughs> 藤川さん、すいません、台輪やサンダインのグローブして、ヘッドライトをぶら下げて、普通にコンビニ入りました。いや 釣りしてるときには流行るけど、釣りに行かないときに釣りグローブしていくかって話。藤川さん。していかないよね。そこ言いたいの。釣りに行ってるときには釣りグローブで味掴んでないグローブだったら臭くもないからそのままハンドル握る。僕だって。今寒いから。そうしなくて。釣りに行かなくて犬の散歩のときに釣りメーカーのグローブしていくかって言ったら100%近くしないよね。と思うよ、僕は。<laughs> うん。 だからそこがね、あの下手に釣りグローブ作るよりも、僕はこういうものを作った方が僕,僕っぽいし、インクスっぽくもあるのかなと。で、しかも買った人が日常の生活の中で多種多様に使えるのかなと。で、僕一番気にしたのは、女性受けどうなんだろうと思ったら、バーでお姉ちゃんたちに大絶賛だった。今欲しい、すぐ欲しい、置いて帰れって言われたみたい。 かわいいのね。連発だった。<laughs> うん。楽しそう、すごく。馬野さん、軍手タイプになると、6層がしたくなってしまいそうになっちゃいますね。いや、なると思う。僕自身が欲しいもん。3色あれば、えー、3色2個ずつ、最低6層買っちゃうもんね。 インクスのネックウォーマーもあれば嬉しいです。冷めときぐらいしか使わないので、なかなか販売難しそうですか。ネックウォーマーはね、インクスらしいものを作ろうとすると、なかなかめんどくさいんだよね。インクスらしさを求めると、まず生地感。それから、その見た目の色目というか模様。 でも普通に単色でいい生地だったらもうすでにたくさんのメーカーからネックウォーマーって出てるんだよね。なぜならネックウォーマーって釣り専用じゃないから、普通のファッションメーカーからもメーカーからもすごく出てて、自転車用もあれば何用もっていっぱいあるよね。そうするとね、ちょっと意欲がね、出てこないんだよね。僕らしさとかインクスらしさがね、なかなか今のグローブみたいに、 そのうち、うおーっていうのに当たったら、やります。はい。うちとしては、僕としては、来年また大きくインクスレベルをね、ステップアップする年だと思ってます。2024年、2025年に関しては、今までのインクスレベルより、明らかに2段階ぐらい上の、その、イメージですよ。今機能とか、 性能とかも確実に上がりますけど、そのトータルのイメージとして2段階、3段階もステップアップした、そのメーカーとしての、なんていうな、トータル魅力の確保がね、来年再来年でできるレベルに来ました。これは大きい。で、その背景に何があるかというと、1年以上前くらいから僕のもとに、 とても有能な人材が集まり始めたんですよ。うん。人に恵まれだした。で、今までは僕の経験と僕のセンス、僕の感性、僕の努力だけでやってきたんですよね。インクスレーベルってものづくりに関してはもう特に。まあ、ある種限界に近いところもあったんですよ。うん。やっぱり人間一人でできることなんてね、たかが知れてるんですね。 そこへねあ、えー、僕じゃ全く苦手な分野。例えば、えー、と、特にその、なんでしょうね、マーケティングの部分とかね、特にウェブのマーケティング。まあこれも、ある程度僕は自分でもやってますけど、プロフェッショナルと比べれば、もう全く、全然素人のい領域です。だからものづくりに関しても、僕は自分で、えー、例えばプラグのも、 をウッドから削りりしてみたいな能力はありませんでもこんなルアー作ったら絶対釣れるよねっていうのはもうこれは釣り人の経験値として非常に年数が長い分簡単に出せるんですけどそれを形にして落とし込むとなるとやっぱりプロのルアーデザイのあの手が必要でありというふうに僕,う僕じゃ足りない部分がたくさんインクスにはありましたがそこへね1人2人3人。 で、実は今日打ち合わせした人物があの、新しくルアーデザインをしてくれるはずの、あの、なかなか腕出し者なビルダーであり、ルアーマンなんですけど、もう知り合ったりして、あの、僕とは全くカラーの違う魅力的なね、製品を生み出せるような素地たちがね、ほんとこのわずか1年ちょいです急速にバタバタとまとま で、その、まず第1号が、この来年の3月ぐらいからね、実際に製品として見見えしますので、うん、特にね、来年24年と25年はね、えー、皆さんは気をつけて注目して見といてください。もう相当な自信持ってね、あの、発表できるものばかりが今、企画進行してますので、 ぜぜひぜひそれをお楽しみにはい最後、泣きの嬢さん、インクスのロット欲しいんですが、近くの釣り革で扱ってないので、実物が見れません。まあね、これはねあの、泣きの嬢さん、一つアドバイスするとすれば、例えば、このトミーフィルフィガーというメーカーのシャツがあります。でも、近くのお店には売ってないんだよ。うん うん、例えば、えー、僕が大好きで使ってる、山岳系のウェア、ね、パタゴニアもそうだし、ホグロフスいやアー,ークテリックスなんかは、広島市内に置いてません、そんなに商品が。でどうやって買うかってネットで買ってるんですよ。もう、そこのメーカーを信頼して買うんです。アパレル系はもうほとんどがそうです。 でインクスに限らずめちゃくちゃいいものづくりをしてるメーカーさんって、まあ、釣りざでもありますし例えばリールはそうじゃないいすず工業っていう台湾でもしばでもアブでもないリールメーカーがあるんですよいすず工業。<laughs> アブの丸型リールのようなものを、えー、メイドインジャパンの技術で作ってるご存知かもしれませんけどいすず工業のリールを。 近くの釣り具店で触らないから買いませんって話にはならないんですよ。うんうん、そこは周りの評価で、うんあの、みんなが何ていうインプレッションしてるかで判断するしかないですね。ねうん、いや、そうあっても安いもんじゃないから、その気持ちもわかります。その気持ちもわかるんですけど、じゃあ、例えば僕はカメラ好きで、ね、 ソニーのカメラ使ってますけど、で、サードパーティーのメーカーから、一本、ソニーの、あのい、いいレンズだと、レンズだけで15万とか30万とかするわけですよ。でも買うときは、お店行って触って買ってないからね。うん、で、サードパーティーのやつはそこまで高くなくても、8万、9万円ぐらいなわけです。それでもレンズ一本がね、うん。お店行って、触らないもんね。 書いててあるるスペック見て自分で判断す,るんですね。うん。みんなが支持してみんながいいよって言ってるメーカーだったら基本ものづくりがダメダメなメーカーじゃないとある程度判断できたら、うん、そこはね触れる触れないっていうのは少し考え方変えられた方がいいかなって思うしいやどうしても触ってからじゃないと納得いかないとなれば。 えー、どこそこに住んでるんですけど、どこに行ったら触れますかというふうに聞いてください。調べます。一番近くの店でどこに置いてあるかは、なんとかが、頑張って調べることもできなくはないのでいや、そこまで車で飛ばして、車で2時間、3時間の範囲内だったら、県内じゃん。と思ってください。僕は日常の魚釣りするのに片道2時間を走ります。普通に。3時間でもそんなに遠いと思わない。 5時間だと、あ、ちょっと今回遠いねと思うぐらいで。だから、やっぱり自分が欲しいと思う差を、ちょっと気になってる差を走りたい、触りたいんだったら、3時間ぐらいは、いとわずに <laughs>、いてくださったら、あの、触れるお店を紹介できます。はい。ラブレさん、最後なんです,すみません。エレクトロを地元から新幹線で持って帰って、電車直行で利用したんですが、ロットアーマーの一番長いタイプだと対応していますかお店に在庫が残ってれば、 いいんんだけどメーカーカ在庫ありません今ねあのこのロッドアーマーのセカンドは値段を半分分落とした分中華製だったんですよでそこの工場がもうダメになってるのであのロックダウンで工場潰れちゃったんで一番いいのはアメリカ製の元メーカーであるロッドソックスさんところで大夢で頼むのが一番いいんだけど高いんだ。 売りがねやっぱり、あんなロットハマののに、売りが、いくらなのなんか、3500円とか4000円とか、ね。で、今、ほら、為替が日本を不利なんで、ロットソックスなのになんでそんな高い,んていう値段になっちゃうので、今ちょっと様子見です。その代わり、ちょっと他のもの見つけてね、テスト中なんで、そっち期待してください。まあ、ざっくりだけ言っときます。消防ホースがあるじゃん。消火ホース。 あの、消火ホースって水、水ブワーやらないときはぺたんこだよね。で、めちゃくちゃ丈夫だよね、うん。幅これぐらいかな。こうやって手の、指4本幅ぐらいなんだよね。消防ホース。5本かな。で、水が入ると、こういうままあるになるよね。ぺたっとなってるんだけど。この、消火ホースの生地を利用した、 えー、セミハードロットケースっていうかぺっちゃんこでくるくると巻いて棹を出したら邪魔になるからバッカの中にしまえるようなロットケースを考えてます <laughs> はいティコさん釣り場まで3時間なのでベスパーされるならそれくらい全然しますうんティコさんちなみに最後に何件か教えてくださいテルさん ネバリングで PE05 リアルティステックスを使います。周りから太いって言われます。シオロットはハミージャミスカンドで PE の選択太いのですかあのね、アジングに毒されすぎ、太いって言ってる人は。0.55だよ。<laughs> フロロだろうがナイロンだろうが PE だろうが0.55は0.55の太さなの。わかりますね、基本がね。でも実態はちょっと違うんだよね。 今は、モノフィラメント、えっ、ー、と、ポリエステル、ナイロン、フロロカーボンは、これはツリーと業界の基準で、0.55は何ミリって決まってるんですよ、太さが。ね。じゃあ、フロロの0.55と、リアルディステックスの0.55はどっちが太いかって。PE の細いよ。これスプールに巻いたらわかるよ。 リアルデシティックスの0.5号を2000番の台湾なら台湾のリールにスプール位置まで巻いて何メーター入るか。200メーター入るよ。じゃあその同じスプールにね、普通に売ってるフローの0.5号を巻いてみて200メーター入んないよ。なんでリアルデシティックスの方が細いから。これを太いって言ってる人は物理的な概念が全くない。 イメージだけで言ってる、ね、0.55太い。なんでイメージで0.55が太いのって言ったら、アジングに毒されすぎなんだよ。0.25とか0.15とか。太くても0.35だから、アジングが。だから0.55ってそ太すぎじゃねえって。<laughs> そのリアルデシテックスでも、僕は0.35をあまり使わないんです、メバリングでは。うん なぜ車狼の磯に闇磯に潜む車ーのデカメバルは0.350.45ぶち切っていくやつがおるんだよ。いるんだよ。レギュラーサイズや豆味にするための糸じゃないのよ、僕から判断すると。一生のうち1匹に引き締が取れないようなスーパーサイズが来た時に切られたら悲しくないだから僕の選択肢は0.55なんだよ。 でそんな磯のデカメバル狙わない時でも普通に瀬戸内の明かりつきの堤防でメバリングするのにリアルテックステックス0 5号が太いと僕は全然思わないそれで普通に1 5ム、えー、前後ぐらいで僕はアジングまでやるん何が太いのって言いたくなっちゃうね。ということをテルさんご自分でねしっかり確認してね あの、実際その0.5号のギアルテックステックスの0.5号で、超過が下がるのか下がらないのか、自分が不便だ、不満だ、ごあごあをするとかを感じるか感じないかだよね。そこが一番大事なところ、えー。ちなみに、えー、直屋さんがね、書いてくれてますけど、P ラインは0.4号より下使うと少しのダメージで強度が一気に下がるので、 えー、名古屋さんも僕と同じ見だね。メバリング、特にメバルプラッキングをやるなら0.4以上ですね。だよね。だよね、名古屋さんね。うん。どこそこのプラグ、まあ、インクスのプラグでもいいですよ。うん。スープラ 65PD を使って、j ボーイを使ってメバリングを楽しく釣りたいなってやるときに、シーバスドッコーンと食ってきたよ。ブチん切られたよ。いや、メバルでも。 なんか、テトラの隅っこにちょっと P ライン当てたがために0.35じゃ切られたよ。うわあ1500円もするプラグなくなっちゃったよ。悲しいよね。だから0.55以上だよね。僕も名古屋さんも。18センチのメバルしか釣れない瀬戸内の明るいの堤防でも0.55巻いていくよね。最低でも04だよね。っていうのが、えー、今、今日のチャットに見たてらっしゃる中で、は、ナオヤさんと僕は間違いなく、 選択肢はそうです、うん、全く太いと思わない。うん。ライトプラッガーさんは、えー、いっそにもテーブルにも行くので、P08 にリーダー3号です。すごい。<laughs> <laughs> そうなんだよ。細い方がすごいとか偉いとか釣れるっていうね、妙な錯覚のうち言ってる人がたくさんいる。冗談じゃねえよ。 テルさん、一つあの、えー、実践だった話しときます。僕がペットの仕事で、これ何年前かな ?6 年か7年前なんだけど、新潟にペットの仕事で行ってたんです。で、レンタカー借りて。で、新潟行くんだったら魚釣りもしたいなと思うから、当然道具も持って行って、1日日延べして、仕事が終わった後、 翌日に新潟の港から目の前にあるちっちゃい離島でメバリングしようと思って行った。行ったらね、さあ晩飯食ってタックル組んで港に行こうと思ったら、なんとルアーとその竿は持っていったの、リールをね、フェリーに乗る駐車場の車の中にリールだけ忘れてた。 現場行ったりリールがないんでうわー困ったら民宿のおばちゃんに「すいません僕ね魚ついてきたんだけどねうかつなことにねリールを車の中のせいでそうしかないんです」<laughs> あの「リールもしかしたら持ってらっしゃったら貸してください」って言ったらねそのおばちゃんが「あうちの息子が使ってたボロいリールがあるけどそれでよければ使って」って持ってきたのが、えー、4000万か5000万のリールにもう ゴニョゴニョに、よりがついたナイロン糸の3号。3号だからね、言っとくよ。0.5号じゃない。3号だよ。ナイロンの。太いよ。それしかないのよ。ないって、でも釣り行ったんだから、もう帰れないんだから、島だから。で、しょうがないからそれつけて、それに、ね、普通にいつも使ってる、うん、シュガーミノの 50S とかつけて、 もうそれでやるしかないから、飛ばないよね。三号のナイロンだから。まあしょうがないよね。港行ったら、あの、20代の若い子たちが5、6人メバリングしてたよ。うん。一番釣ったの僕だからね。<laughs> 関係ないんだって。うん でも、扱いやすいか扱いにくいかで言ったら、ナイロの3号になって、どえらい扱いにくかったよ。プラッキング、ジグヘッド投げても飛ばないし。でも、それだったら、ちょっと重たいプラグ使えばいいじゃんって発想になるよ。重たいプラグ使ったら、8グラムとか10グラムあるプラグだったら、メバル釣れないとか勝手に思い込んでな、ね、いその、言ってくれた人。だから0.55が太いって言うんだよね。うん。でも、ラインが太ければ、ルアーを重くすれば済むことだし、いやー、そんな太いとじゃ魚釣れません。いや、俺が一番釣ったもん。 しかも3倍ぐらいつったんだよ、うん、で、その現場の若い子たちが集まってきて、すごいつらません、何使ってるんですかって、いや、これだよって言って、<laughs> 教えてあげて、びっくりしてたよ。で、実は俺理由忘れてさあって、っ宿で借りたら、これナイロン3号だよって、これ釣れるのかね、普通にって、現場で教えてあげたら、その若い人たち5人ぐらい最後集まってきて、 30分ぐらいは現場で俺の講義を聞いてくれて知りませんでした。メバルは細い糸じゃないと釣れないってみんなに言われてました。でも君たちは今ずっとこの3時間ぐらい横で見てたよね、俺をって。完全に3倍から5倍のペースで俺釣ってたよねって。い3号糸じゃ糸、メバル釣れないっての嘘だってのよくわかったですよって。<laughs> これ理屈じゃないよね。現実だよねっていうのね。その子たちは、ごめんは目の当たりで見て帰ったわけ。 ということをね、あのー、本当に、今から、てるさん。知らないのはしょうがない。僕だって若い頃は知らなかったんだから。うん。知らないのは恥でも何でもない。でも、ここから、あ、そういうことがあるのかと思ったら、本気でそこを自分で確認する、えー、検証や勉強をちゃんとやっていくかどうかだけの問題なので、ねえー、頑張ってください。はい。 はい。ということでね、予定大幅に過ぎました。えー、また終わりの話をちょっとしとくと、来年は期待してください。うん。えー、飛びますよ。来年は。はい。<laughs> ということで、皆さん、えー、1年間ね、お世話になりました。良いお年を。また来年、あの、一緒に、えー、釣りを、釣りとこういう、なんだろうな、釣り座談みたいなね、雑談をね、楽しんでいきましょう。はい。 では、良いおよ年いよを。さよなら、また来年ね。えー、と、お正月中には、えー、年の瀬ライブをやったら、年明けライブはやります。また遊びに来たぞ。来てください。